和歌山県は紀の国という由来がある通り、県の7割が森からなる緑いっぱいの山岳地帯です。黒潮の影響によって温暖な気候であり、紀南は雨量も大変多く、大地の恵みは今でも非常に豊かです。そんな自然豊かな和歌山県を皆さんはどうイメージするのでしょうか。ご存知の通り、梅、みかん、柿は日本一、桃、キウイなどの果物も昔から日本有数の生産量を誇ります。また海に囲まれていることから水産資源も豊かです。それだけではありません。世界遺産として登録された日本食の味の中心ともいえる醤油や鰹節は、ここ和歌山県が発祥の地であることをご存知ですか。つまり和歌山で誕生していなければ、世界に誇る日本食の隠し味は完成しなかったかもしれません。さらに農作物や水産資源が豊かということは、生物の多様性が豊かな証です。自然が豊かだからこそ、和歌山にも多く残されている里山は、生物多様性の保存や利用の大切な場所として日本が世界へ向けて発信しているのです。さて、紀伊山地の霊場と参詣道が世界遺産に登録されて10年、平安の時代から巡礼の道としてさまざまな信仰が交わり、伝統や文化を創造してきたのもここ和歌山県です。その原点ともいえる自然信仰を残す高野、熊野には、世界中から訪れる観光客が増えてきています。また親子で訪れてみたい魅力あふれる場所もたくさんあります。先人たちの知恵や技術を受け継ぎ、この自然豊かな資源を生かしていくことで、和歌山県は世界に誇る持続可能な暮らしのモデル地域となることは決して夢ではありません。今こそ和歌山県の人々と自然の恵みの価値を再発見し、国内外にその魅力を発信していきませんか。